はい、今日は魚兵衛さん来ました。いつも通りビールハイボール日本酒で飲んでいくぜ。カメラがなんだろう。寿司頼みました。うなぎ美味しかった。あと何食べたか分からん。とりあえずビール飲みます。これ高いの。クラフトビールってある缶ビールで売ってるやつなんだけど、すごい高い。鶏から茶碗蒸し、あら回転しちゃうわ。あと明太マヨのエビのなんか、これ夏のオクラの天ぷらの寿司、美味しかった。これもね、見た目よりうまかった。やろう。これはなんだ、これ麦焼酎かな。頼む。マグロのタク、そば。珍しいよね、寿司屋さんでこれ田舎そばでも。平打ちの東北でいう山形そばなのかな。美味しいの美味しかったな。珍しいそば。ちょっとでもね、田舎そばだからね、すすんのが歯ごたえしっかりあるけ、味は美味しい。寿司食べに来たんだけど、あんま寿司食べてないね。エビ天寿司。あ、これ話題になってたやつね。食べたけど、子供が食べるお菓子の味がした。なんかムース系にイチゴのお菓子みたいなの持ってた。大人の人はどうかな。あ、あとこれウニっぽいけどウニじゃない。ミーなの。忘れた。あとこれ初めて知ったんだけど、ルーレット。対象商品選ぶとルーレット回せるね。それで当たると、今回外れ。はい、2回目。当たれよ。当たった。当たった？あ、違うね。今から。当たった。で、次回 5% 引きとかのやつはもらいました。一瞬過ぎたね。これデザート美味しかったけどね。ソフト系のやつ。